D の 308GT4D の208、308GT4 及びフェラーリ208、308GT4 はイタリアのスポーツカーメーカーのフェラーリが1973年から1980年まで生産したミッドシップにプラスに座席スポーツカー。フェラーリ発の V 型8気筒エンジン市販車である。当初は 246GT の後継者と位置づけられ、 D のブランドで販売されたが、1976年5月以降は、フェラーリ208、308GT4 に改名され、車体各所に、フェラーリのエンブレムやバッジが付けられた。D のブランドはこのモデルを最後に廃止となった。208GT4 は1975年に追加された。廃棄量 2000cc 以上に懲罰税的な課税をしていた。 当時のイタリア国内向けのモデルで、1991cc にサイズダウンされた V8 エンジンは170馬力、7700rpm を発揮、最高速度実キ 220km を維持した。低められた、ファイナルギア比、省略された、フォグランプが、その他の 308GT4 との違いである。308GT4、208GT4 は、 1980年にモンディアル8に交代するまでの7年間に2826台が生産された。246GT や308と比較すると地味な存在で中古車価格も割安であったが近年になって乗り心地の良さや典型的1970年代のスタイルが再評価され徐々にコレクターズアイテムとなりつつある。 D の206、246が完全なに、座席スポーツカーで、ピニンファリーナの丸みを帯びたデザインを特徴としていたのとは、対照的に、フェラーリとしては異例にも、当時のベルトーネのチーフデザイナーであった、マルチェロガンディーニによる、角張ったデザインのボディを持ち、当時のライバル車である、ランボルギーニュラッコと、マセラティメラクを意識した2プラス2の、シートレイアウトを採用していた。 シャシーは基本的には 246GT と同じ設計だったが2プラス2カによりホイールベースも 2550mm に延長され運動性能は 246GT に比べて低下したこのため従来の 246GT もしばらく並行生産され生産中止1年後の1975年に 登場するフェラーリ308がその需要層を吸収した。V8 エンジンは新設計で2 9 2 7 c c ンキャブレター DOHC で250馬力を発揮したが、アメリカ向けはガソリンの質と排出ガス対策などで230馬力に落とされた。このエンジンは今日まで続く V8 エンジンシリーズの源流となった。 なお 1991cc の2 0 8 g t 4はイタリア国内でしか発売されていない。ありがとうございます。